帯川秋水です。今日はですね、筆ペンを持って書くとき、もしくは小筆を持って書くときの指のこう持つ力ですね、その力についてちょっとだけお話しさせていただきます。指はですね、人差し指、親指、中指の3本で基本的には、筆を持ちます。これはまあ小筆の時ですけどもね、小筆ボールペンで、指、人差し指、親指、それから中指、その指をですね3本、この3本でこの筆の軸を包み込むような感じで持ちます。でその時にですね、なるべく軽く持った状態で書けるといいんですけども、どうしても力入りますよね。このまま書ければいいんですけど、グッこんな風になったり、それとか親指の方が人差し指の下に入ったりしますね。でこういう風になってしまうとどうしても力が入ってしまいます。ですので、疲れがね軽減するために軽く持っていただきたいと思います。イメージはですね、筆ペンのキャップ、こういうキャップをですねこういう風に置きます。それを横からですね、指、人差し指、親指、それから中指は少し左の方に向けて、こんな感じですかね。それで横からですね、横からそっとつまみます。こんな感じですね。でこの軽くつまんだ時のこの指の軽さですね、この軽さぐらいで、持てるといいかなと思います。これが理想的ですけどもね、なので同じく軽く持った感じを引いてみます。少しねじってください。丸をね、丸丸軽いあの力でね書いていただきたいと思います。それから軽く持つとですね、少し手が滑ります。そうすると横線なんかもスーッとね、力を徐々に入れて書く線とかも案外書きやすいです。それから縦の線、こういうふうに力入るとなるんですけども、立てたまま1、2、はい、ということでね、ちょっと1枚あの名前をね、書いてみたいと思います。小筆を使って書きますけど、半分ぐらいね柔らかくして、でよく墨を含ませます。表情を書いてみたいと思います。ちょっと力入りましたかね。はい、撮影しているので、参考に
なって、練習していただければ嬉しいです。ありがとうございました。